はい、こんにちは。浦安の美容室ヘアデザインスペースイッチェで、スタイリストしています伊藤と言います。今日はですね、動画をご覧いただいてありがとうございます。こちらの動画ではですね、一般のお客様を中心に、美容師の方から髪に関するですね、なんか素朴な疑問とか、そういうのを取り上げながら、ご自分の髪とかですねに関心を持っていただいたり、美容室に行った時に、美容師さんとお話しする会話だったり、なんかこう楽しみがあったらいいなということで、情報を配信していこうという目的でさせていただいているものです。以降10分ぐらいでですね、ぜひご覧いただける内容なので、もしよかったら最後までご覧いただけたのは、ちょう1回目ということで、こういうテーマでちょっと話しようと思います。髪質って何で決まるのということで、多分ね、ご自分の髪質毎日触られる中で、私の髪ってこうだなぁだなみたいなのを結構感じることが多いと思うんですけど、なんかこう、とかく結構使いがちな髪質がどうなのでこうなのでっていうところの、その髪質ってでも実際のところは、そのみんなどういう個性があったりとか、どういう理由でそういう風になってるのかなみたいなところ、私の髪質ってなんでまっすぐツンツン硬いんだろうとか、そういうのがちょっと少し知っていただけるきっかけになればいいと思いますので、よかったらぜひ最後までご覧になっていってください。はい、というわけで、今日は一応1回目ということで、この先ほどもご紹介したんですけど、髪質って、何で決まってるの、何で決まるのっていうところで、今日ちょっとこういうテーマでお話をしてみようかなと思うんですけど、美容室に限らず、でも友達の会話でもよくするかもしれないですよね。私髪質がどうでこうでっていうような形の表現でよく使うんですけど、よく太いとか硬いとか量が少ないとかいろいろあると思うんですけど、その髪質って一体、すいません、なんかうまい具合に当たらない。髪質って一体どうやって決まって、何で決まってるのっていうのを、ちょっと知っていただく機会になればいいなと思って今日ちょっと配信していくので、ぜひよかったらちょっとご覧になっていってください。で、髪質っていう風に結構一言で言っても、本当にいろいろ結構幅が広いワードなんですよね。で、僕たち美容師の専門的な感覚で言うと、髪質っていう風に言うときっていうのは、ここに緑の文字で書いたんですけど、ここの3つの項目をよく観察させていただくようにしています。まず髪の太さですね。太い髪の毛なのかな、細い髪の毛なのかなっていうこと。あとは硬い髪の毛なのかな、柔らかい髪の毛。あとは、量ですね。髪の量が多い方なのかな、少ない方なのかなっていう、太い、細い、硬い、柔らかい、多い、少ない。この辺のところをパッと観察したり、あとはよく、ちょっとね、お医者さんみたいな、触診って言いますけど、触らせていただいて、感じ取ったりしながら、例えば、もちろんカットのプランが変わることもありますし、それによって、使うお薬がちょっと変わったりとかもするので、やはりその髪質、髪質っていうものが結構その美容室の中でさせていただくお仕事にとっては結構大事な要素だったりするので、こういうのをですね、実際にご利用いただいている皆さん、一般の方も知っていただいたりすると、より美容室行った時のなんかそういう施術が楽しいかなと思いますので、その辺ちょっと少し今回ちょっと学びがあったらいいかなと思って、ちょっと見ててください。でまず早速ですね、髪質の、太い細い方や、そうですね、何で決まってるのって、そんな遺伝で決まってんじゃんみたいな、それで終わっちゃうんですけど、遺伝的な要素ももちろんあります。そういうところで決まってきてる部分もいっぱいあるんですけど、もうちょっと今日、ここの動画でお話しさせてもらおうかなと思うのは、本当に髪の毛の、一本一本のこの構造だったりとか、この辺のお話ちょろっとだけしてみようかなと思うんですけれども、髪の毛って、抜け落ちたりとか、切った髪の毛の一本こうやってピッてこう見ていただいたりとかしたときに、なんて言うんでしょうね。パッと見れば、本当に細い一本のこう、ね、抜けって感じだと思うんですけど、これ自体やっぱり顕微鏡の中でギューって見て、シャンプーのコマーシャルなんかでご覧になったことあるので、いいと思うんですけど、髪の毛って基本的にはこういう筒状になってるものなんですよね、一本の髪の毛もずっと顕微鏡で見ると。で、例えるならもう本当に、引き慣れなんですけど、太巻き、ご飯包む、のり巻きの太巻きをイメージしていただけるとすごくいいかなと思うんですけど、あれとほぼ同じような、感じの構造になってますね。で、いわゆるのりですよね。のりで巻いてる、こののりの部分のことを聞いたことあるかもしれないです。キューティクルという言い方をしてたりして、そのキューティクルっていうのがあって、で中にご飯粒がこう入ってると思うんです
ですけど、このご飯粒のことを私たちはコルテックスっていう、ちょっと専門用語なんですけど、コルテックスっていうものが中にギュッと入っているような状態なんです。で、太巻きの中のこの具ですよね。カッパ巻きみたいになってるのは、そこがメデュラっていう、ちょっとこうマニアックなやつなんですけど、大体この3層構造です。スキンケアだと多分女性の方は化粧品とかでよく聞くと思うんですけど、皮膚の表面、表皮っていうのがあって、その下に真皮あって、皮下組織あってっていうのと同じような感じで、髪の毛の場合は外側がキューティクルで、中がコルテックス、メデュラみたいな。そういうふうな一応3層で髪の毛っていう構造ができてるんですね。で、なんか早速専門的じゃんと思って、なんか難しく感じてしまうかもしれないですけど、これが実は、髪のその太さ、細さ、硬さや柔らかさみたいなところにちょっとこう影響してくるので、ちょっと最初にちょっとご説明させていただいたんですね。で、髪の毛が太い細いっていうのは何で決まってるかっていうと、実はそのキューティクルっていうその外側の森巻きっていうね、そこの中に入ってるご飯粒の部分なんですね。メデュラっていう、そこのご飯粒の量がすごく詰まってる方、多い方っていうのは髪の毛が必然ちょっとグッと太くなるんですよ。で、そのメデュラのメデュラ、そのコルテックスっていうのが少し少ない方の場合は髪の毛がよく細くなりやすいっていうふうに言われていて、髪の毛の太さ細さを決めてるのは、まあ、もちろんその遺伝っていうのはあるんですけど、その中に入ってるそのコルテックスの分量の違いによって少し変化があるんですね。で、まあそれが結局硬さや柔らかさっていうところにもちょっとつながっていくんですけど、基本的にはやっぱり太い髪の毛っていうのはそういうふうにしてコルテックスがギュッてこう詰まってるような形で、触った時に少し硬い質感になったりするっていうところで、太さと硬さってちょっと少し比例する関係があります。細さや柔らかさも同じです。どちらかというと細い毛質の方の方が少し柔らかい毛質が多いんですけど、ただ、硬さの、硬い柔らかいっていうのは、必ずしもそのコルテックスだけではなくて、これはちょっと経験的な部分なんですけど、キューティクルっていうその外側ののり巻きですね。こののりの部分が、個人的にこう熱い個性として熱いお客様っていうのもいらっしゃって、コルテックスの分量としてはそんなにすごく多いわけじゃない、つまりその太さでいうとそんなに太いわけではないんだけど、どちらかというと硬い方の髪の毛かな、キューティクルがすごく厚くて巻いてあるノリが、なんなら2層3層で巻いてあるような感じのイメージで持ってもらえばいいんですけど、そういうふうにノリがグッとこう厚くなってるので髪が硬く感じるっていうケースがあったりします。で、まあ、いわゆるその3層構造みたいなところの、キューティクル、一番外側のキューティクルっていうところと、あと中のご飯粒のところですね、コルテックスっていうところの部分の、分量とか、そういう、こう、個別の違いというところで、そういう太い、細い、硬い、柔らかいっていう髪の個性とかっていうのが出てくるんですよね。で、まあ、最後の、多い少ないでじゃあ何で決まってるのっていう、多い少ないはですね、やっぱりこれかなり、ちょっと遺伝的な要素が強いのかなというふうに思います。髪の量が多いからこういう仕事をしましょうとか、少ないからこういう仕事をしましょうみたいな形になるケースが多いんですけど、そうなんですよ。改めてちょっとこの髪の太さ、細さとか、硬さ、柔らかさみたいなものを、先ほどお話ししたその、ご飯粒の関係とかですね、外側の、のり巻きになるキューティクル、中のご飯粒のコルテックス、ここの部分の関係性をちょっと少し知っておいてもらえると、今日これ一応1回目の配信になるんですけど、以降いろんなパーマ液とかパーマがかかる仕組みとか、そういうのもちょっとこう情報としてお伝えしてみたいなと思ってるんですけど、そういうのを理解していただくのにも結構役立ったりすると思うので、ぜひまあ、髪の毛が太巻きおにぎりだと思って、太巻きなんて言うんですかね、おにぎりわかんないや、そういうのだと思っていただければ、少し以降のお話もちょっと理解しやすいかなと思うので、ぜひちょっと知っておいていただけるといいかなと思います。今日はまあ一応1回目ということで、その髪質って何で決まってるのっていうところを私は今日はちょっと教えていただきました。案外これ結構お客様は自分で勘違いしてたりするケースもあるんですね。髪の毛太い方が、私髪の毛細くって言ってたりするケースで、いや全然細くないですよ、太いですよとかっていうこととかもあったりするんですけど、ぜひそういう自分の髪質みたいなものにも関心を持っていただいて、美容師さんにそういうコミュニケーションまた美容室に行く時間が楽しくていいんじゃないかなというふうに、何せよ1回目ですが、こういう形で、まあ、皆さんがご自分の髪にちょっと関心を持っていただける機会になればいいなと思って、動画で配信させていただいてます。引き続きこれからもちょっとそういうのを定期的に出していけたらいいなと思うので、まあ、面白かったとか勉強になったなというふうに思っていただけたら、ぜひグッドマークなども
押していただいて、ちょっとチャンネル登録なんかしていただけると嬉しいです。またちょっと配信できたらなと思ってますので、ぜひ楽しみにしててください。じゃあ、ありがとうございました。